はい、どうもゆうです。今回はですね、FS できたと思うんですけど、まあその3種類のですね、まあおすすめ選手結局誰なのっていうところを、総まとめとして紹介していけたらなと思ってます。はい。では早速やっていきたいと思います。で、まあ主に自分が作った選手と、まああとは今後作る予定の選手と、あとはまあ対戦相手使われて強かったなと思う選手含めてやっていきたいなと思ってます。はい。で、まあまず自分の、やった選手も含めてなんですけど、まずこの選手ですね。この選手めちゃくちゃ強くてですね、まあほぼカピタみたいな能力になります。シャドウつけてベース95で、まあディフェンス94っていうところとフィジカルも89あってスタミナも86と。予測と、ラビット持ってて、ジョッキもあって、ブロックプラス。で、あとはまあ、容赦なしプラスもつくんで、まあ1試合持つというところも込みで、まあセンターバックですね。非常に優秀な選手となってます。まあこの選手と僕はもう一人まあ悩んでたんですけど、まあ結局こっちにしたんですけど、自分としてはもう一人悩んでたのがこっちですね。まあこれも結構良くて、相手に使われて、結構うざかったです。ディフェンス94あって、ペースもスプリント速度99。で、まあ、ペース速くて、フィジカルも90あって、で、スタミナも85と。で、容赦なしブロック、スライダータックですね。これが、予測持ちだったら僕多分こっち作ってたと思います。はい。まあ、ただ、やっぱり結構早いんで、いろんなところに対応されたなっていう印象と、ちょっとフィジカルも強いし、単純にインターセプトも97ありますし、スタンディングタックも97あるんで、そこの強さは非常に感じました。使われていて。はい。なので、まあ、この選手どちらかは作成した方がいいんじゃないかなと、僕は思ってます。はい。で、まあ、次ですね。まあ、サイバーとかも込みになってくるんですけど、まあ、この選手作りました。まあ、これも、やっぱりシャドウつけたベース99になるし、ディフェンスも92と。で、スタンディングタックルも98、インターセプトも94ありますし、まあ、スタミナ84ですけど、容赦なしあるんで、全然スタミナ持つと。で、ブロックプラスあって、あと予測とラビット、クイックステップもあるんで、その辺も込み込みで、すごい使用感いいですね。まあ、カフーとポジションを被ってくるんで、カフー自体がだいぶ使用感いいんで、まあ、無理にっていうところではないんですけど、まあ、カフーは金並みなこなしとかの関係で、すごいドリブル軽いんですけど、こっちの選手はドリブルが軽いというよりかは、まあスピードがあって、まあ予測とかもあるんで、まあそこの差がカフーと出るから、ね、カフーは身軽で、結構守備も安定してるなっていう印象と、あとはですね、まあその辺込みで、普通に強いなっていう印象はあるんですけど、カフー自体が。まあそういうのも込みで言っても、まあこの選手は作ってていいんじゃないかなと思います。最悪スパサブにもなるし、まあ、優先度高いかなっていう気はしますね。特に大会出てる人たちは90レート制限とかもあったんで、まあ、今回僕は作ったっていうのもあるんですけど、まあ、カフー自体に多分不満なければ、まあ、さっきのセンターバック優先した方がいいかなとは思うんで、はい。まあ、作って後悔しない選手かなとは思います。はい、おすすめとしておきます。はい、次中盤ですね。まあ、この選手かなと思いますね。まあ、守備戦として、まあ、ディフェンス値も十分高いし、まあ、スタミナが89なんで、まあ、フルは持たないんですけど、インターセプトプラス、北がプラスもあるんで、非常にいいかなと。ファーストタッチもありますし、ベースがまあ86しか乗らないんですけど、まあ、レース差も96あるし、パス数値も高いんで、まあ、振っていけるかなっていうところと、まあ、君も、まあ、パリとかで、まあ、バペとかの救いにもなりますし、はい。そういった面で言っても使用感、今後、組み合わせにも、合わせやすいかなとは思います。まあ、能力的にもいいんで、まあ、守備的な選手を探してる方は、この選手もありかなと思います。はい。次、まあ、フォワード、ちょっと順序、ごっちゃになりますけど、オカホは、やっぱ、サイドで使ってて、すごい使用感良かったですね。相手にも使えても思いましたけど、まあ、フィジカル97とスピード98っていうのが強い。と、まあ、フィニッシャーにした時、シュートドリブル値も十分高いんで、まあ、軽さもあるし、シュート力も、ちゃんと決定力もあるってところも十分ある。あと、ファーストタッチとラビット、クイックステップっていうのもあるんで、ゴール前でもちゃんとした活躍ができるっていうのはすごい強みだなと思います。はい。まあ、僕は4321の、右、ディフェンス下げ側の方ですね、CF で使ってたんで、僕はこの選手はすごいおすすめかなと思ってます。フォワード困ってる方とかは作るのもありかなと思います。はい。
はい、次ですね。この選手も結構強いんですよね。ペース93になって、まあ、スタミナも99あるのと、まあ、ちょっと攻撃的にはなるんですけど、ただこれはパワーヘッダーがない。すいません、ちょっと表示が違うやつ見てました。すいません、今のを忘れてください。ってことでアルマダですね。まあこれもおすすめで挙げてたんですけど、まあ、ティキタカプラスと鋭いパス。鋭いパスが結構僕評価してて、通らなそうなスルーパスも通してくれるというのは非常にいいなというのと、クイックステップラビット。ファーストタッチもっていうのも魅力的だなと思います。まあ、パスも90あるし、まあ、シュートも93というのと、まあ、ペースが92なんで、まあ、ここがまあデッドアイじゃなくて、まあ、フォークであったりとか、エンジンつけてあげればいいのかなという気はしてます。まあ、ドリブル値も91で、全然高いんで、まあ、つけるならフォークかと思うんですけど、はい。まあ、メッシとの組み合わせにも、なるので、まあ、すごいいいかなとは思いますね。メッシ使ってる方は、パーフェクトケニーになるのと、あとは、やっぱりまあプレスタが非常に優秀。ドリブル値も高いんで、その辺の差別化はできるかな。まあ、スタミナがないんで、交代は必須ですけど、まあ、スパサブでもいいし、まあ、ちょっと使ってみないとドリブルの良さが分かりにくいかもしれないですけど、うん、結構嫌な選手かなとは思ってます。はい、作成候補かなと思います。で次ですね、この選手ですね。これも4-5でよくてベース98乗ってます。これハンター、攻撃メインするんだとハンターになるんですけど、まあシャドウもしくは、まあ、4-3-1の1個上げ側ですかね。上げる側の方になるかなとは思います。テクニカルクイックステップ持ってて、まあ、ティキタカを持ってるんで、まあ、守備もできるような数値になるかなと。ドリブルも91あるし、シュートも93あるんで、フィジカル94っていうのもいいですね。まあ、ご利用しできるっていうところと、まあ、ペースも速いんで、その辺もできるっていうところもいいかなと思います。まあ、ハンターもしくは、シャドウもしくは、フィニッシャーかな。まあ、ちょっと守備上げたかったシャドウだし、まあ、エンジンもありだなと思うんで、まあ、この選手もありかなと思います。おすすめになります。はい。で、最後かな。なかなか出てこない。あれ。すいません。多分紹介し忘れたかな。これ。紹介し忘れてました。これになります。まあ、5-5で、まあ、ペース97、シュート98になると、フォークにしておけば。まあ、ハンターだともうちょっと高いかな。あとは、まあ、エンジンも一つありかなと思います。ドリブル値がちょっとバランスアジリティが低いんで、そこを上げるっていう意味でも。まあ、ただ、冷静さが80っていうのは気になるかなっていうところと、まあ、瞬速と迅速持ってないんで、そこも気になるかなっていうところですね。まあ、ただ、ドリブルが得意な方とかは、これ使うのありかなと思います。相手使われてた時も結構、ドリブル止めるのが大変だったので、すごい使用感としてはいいんじゃないかなと思います。結構相手にして嫌でした。まあ、パス数値も、ショートパスに関しては94あるんで問題ないですし、まあ、フィジカルが低いぐらいかな。フィジカルと冷静さ以外は非常にいい選手だと思うんで、まあ、ウィングで困ってる方とかはこの選手もしくはオカホを作るのがいいなんかなっていう気はしました。まあ、2人作成できる方は2人作成するのもありかなと思います。はい、以上になります。受けがですね、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた。今ですね、一応転売情報として、まあ、ディスコードの方を運営してまして、まあ、入る条件としては、Twitch のサブスクですね。あとは一応 YouTube のメンバーシップも復活しました。まあ、このどちらかを入っていただければディスコードの招待送ります。で、まあ、リンクに関しては概要欄の方に貼ってますので、そちらから、お願いします。わからなければですね、僕の方の X に DM していただけたらと思います。で、まあ、登録後、僕の、X にまた DM していただけたら、そこから招待の方も送りますので、よければお願いします。まあ、これ、まあ、ざっくりとした、まあ、紹介文ですね。まあ、こういうのを上げてますよっていう感じのです。まあ、その日、各毎朝、更新してます。で、あとはですね、これ以外にもリンク貼って、まあ、これ以外の選手っていうのも別でおすすめに出してたりもしてます。あとはですね、まあ、SBC であったりとか、
まあ、過去作の TOTY についての、まあ、説明であったりとか、まあ、イベントですね。過去作で出てたイベントとか、まあ、こういう時期はこういうのは高いですよっていうのも紹介とかも、したりもしてます。で、あとはですね、まあ、他にも、まあ、リーク情報とかも、ちょっとここに画面映しちゃってないんですけど、リーク情報とかも、出したりとかっていうのも含めてやってます。はい。まあ、この下にアップグレとか、ブラックフライデーとかもいろいろ貼ってるんですけど、はい。で、まあ、自分の成功した案件とかも、その辺も載してるんで、まあ、自分がやって転売とかも参考にしてもらえるかなと思ってます。はい。ですね、あの以前入ってた方とか知ってると思うんですけど、もともと転売情報とか質問系っていうのは全く一緒にしてたんですけど、あの質問のも結構数多くいただいているので、ちょっと サーバーを2つ分けました。今2つ運営でしてて、あのまあだから転売情報だけ欲しいっていう方はこっちだけをまあ通帳にして、もし質問の方でこう数が多くて通知が多くすぎた間っていう方はこっちは通知オフとかに分けるように、まあ2つに分けてて、まあこっちであればあの例えばまあプレイの質問であったりも OK ですし、まあスカットの共有とかですね、スカット相談とか、あとまあ雑談も含めて、まああとご質問はまあ市場転売とか転売以外っていうのが、まあ先ほど言ったプレイとかになってきます。まあこういうのもやってますので、あのまあ転売以外のところもまあ質問できる環境にはしてます。まあ初心者の方とかも含めてですね、まあちょっと対応もずっとできるわけではないので、極力早く対応はしようとは思ってるんですけど、自分の空き時間とか、まあ僕以外の方もあの答えしていただいたりもしてるので、よければ興味ある方はぜひ入ってみてはどうかなと思います。はい。